兵庫クイーンカップってことでね、やっておきたいと思います。秘密結昇平神総書8でございます。こちら、その他のメインですね。頻馬の重賞1870メートル戦ということで、その他のレースなんですが、まあ、かあの金沢からもね、笠松からも馬が来て、まあ、西日本交流って感じなのかな。まあ、多分、グランダムジャパンのシリーズですね。まあ、いつも通りです。やっていきたいと思います。ということで、早速ですね、えっ、ー、と、軸は1番、白山アマゾネス、金沢の女帝。そろそろね、まあ、落ちてきた感じもしなくはない。 まさすがに昨年までの勢いはなくはないんでないかじゃないかなっていう部分と、まあ、この後に及んでというかね、6歳品場そのピークを超えてくるようなところで、まあ、繁殖入りの予定を延長して1年延長した挙句、まあ、強い馬に挑んでいる、まあ、南関東の馬たちにも挑んでいくみたいなところもあるんで、まあ、方がない部分もあるんですが、まあ、勝ちきれないレースは続いています。ただ、まあね、得意のそのだっていうところも踏まえると、 まあ、ここはね、軸で信頼し直していいんじゃないかなと。ただ、まあ、もう一個ね、ただってもう一回ひっくり返すと、まあ、そののね、あの、一番内一番外っていうのは、まあ、真ん中あたりと比べてレースがしづらい。まあ、数字的にはね、よろしくないみたいなことがあってね。あの、そののね、変な常連客が、そう、こう、内や再内を外に入れたら爆発するからな、笑いみたいなのを書いたら、あの、無駄、変に逮捕されたみたいな案件が今年あ今年のね、前半確かあったんでね。 それを思い出すとね、ちょっと1番という枠は買いづらいですよね。まあ、それも踏まえて一応これでいきたいと思います。まあ、そして2番のネネ、まあ。内枠から前に行くタイプ。まあ、この馬がね、すっと前に行ってくれれば、白山アマゾネスもその後ろを取りやすくてね、レースし、少ししやすいんじゃないかな、というふうには思っておきたいところ。まあ、時計も上位ですしね。まあ、客室的には白山アマゾネスがどこまで可愛がるかみたいなところになりそうな気はしますが、まあ、紐に入れておきたいと思います。そして4番のマルグリット。関東オークスでも掲示板に来た馬。 まあ、4歳秋ですからね、そろそろコバ相手にもピークを迎えて通用してくる頃というところでね、まあ、3歳戦では、品馬の JRA 勢相手に掲示板来てた馬ですから頑張ってほしいと思います。まあ、そして6番のスマイルミーシャ。まあ前走はね、重傷で大敗していますが、昨週のその田金杯勝ち馬、まあ、去年はね、3歳品馬ってことで若干金量の利がありましたが、まあ、これもね、4歳秋ということで、まあ、その田の、まあ、チャンピオンホース。 って考えるとね、白山松のね、スタイスマイルミーシャみたいな構図ができるんじゃないかな、なんていうふうに思っています。そしてあまり変えたくないんですが、3歳馬、わらしべ長者、笠松からの代表ってことでね、まあ西日本3歳優秀2着勝ち馬は、 まあ、ジャパンダートクラシックで地方馬最先着というところでね、非常に強い馬でしたが、まあ、そこのね、2着に来た、まあ、差があったんでね、勝ち馬とそれ以外みたいなレースでもありましたが、まあ、笠松のトップということでね、まあ、渡辺ち也起乗という点も踏まえて、まあ、若干ね、期待はしておきたいなというふうに思っておりますということで、まあ、いつも通りですね、こんな感じでまたやっていくんで、チャンネル登録とかね、よろしくお願いいたします。以上、ハッでした。